モーニングジャム。3、4、おもろい家族パート2。この時間はジャパンホーム&健康な体と綺麗な水を守るシャボン玉石鹸、真心を伝える伝統の美、やめ人形会館の提供でお送りします。さあ12時になるとモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には福岡の美味しいお取り寄せ食べんとの一品プレゼント。今週は大名にあるイタリアンレストランリストランテファンファーレのトスカーナ風魚介の食べるスープが10個プレゼント。ミシュランガイドにも載っているお店の美味しい魚介がゴロッゴロ入ったスープが家で温めるだけで手軽に楽しめるっていうことなんで、ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。そしていよいよ来週の月曜日です。そうなんです、このモーニングジャムは3月24日金曜日夕方6時半からももちパレスでシリーズ4回目となるおもろい落語会開催いたします。やったー、立川昭師匠の素晴らしい落語、そして私も着物着て座布団座って剣台立てて関西の落語スタイルでおもろい家族の新作を下ろします。まあ桃地パレス800人がパンパン入ってね、爆笑するとやっぱ私たちもうわーっと乗るんですよ、はい、そしたらその相乗効果でね、はい、あのすごいステージが見せられるんじゃないかなっていうふうに思ってます。嬉しいことに過去3回ねプラチナチケットでなかなかチケットが取れませんでした。なので今回は来週の月曜日にあのウェブで受け付けるというスタイルです。まあ、だからね何時間も電話かけてやっとつながったらあの売り切れてましたっていう、もうそういうことがないんですね、はい、来週の月曜日朝7時半から夜の11時59分までネットで手続きいただいて、キャパを超えたら、まあ、抽選になりますよと、まあ、キャパ超えなかったら日販売っていうことになりますんで、どうぞお楽しみに。まあ週末とはいえ金曜日ですから平日です。だから仕事をねちょっと早じまいしてっていうことにはなるんですけれども、それでも落語聞いておもろい家族聞いて大爆笑してすっきりした気持ちになったらね、週末のビールもより一層美味しくなるんじゃないかなというふうに思います。皆さんぜひ、お越しくださいね。さあそれではね、今日届いたおもろい家族を紹介することにしましょう。まずはですねこちら男性の方からいただきました。中地岡本さん、こんにちは。こんにちは、いつも楽しく聞いています。漫画家の松本零士先生が亡くなりましたね。宇宙戦艦ヤマト、銀河鉄道39、キャプテンハーロックと全て僕の大好きなアニメでした。特に松本零士さんの初期の作品男追い丼に関しては漫画本は全て購入し読みました。僕18歳で福岡を離れて首都圏に就職、その会社も1年半ほどで辞めて、その後は会社の寮を出て月1万7000円のボロボロの木造アパートに引っ越し、二十歳ぐらいから最初に結婚するまでの7年ぐらいそのボロボロの木造アパートに住んでました。とにかくおんぼろで、風呂はなく6畳の畳の部屋と3畳ほどの台所、そして台所の隅にトイレがあって、窓の鍵は昔懐かしいネジ式の鍵。定職に就かず今で言うフリーター暮らし、金は基本的にない、自炊だったんですが電子レンジもないので煮るか焼くかぐらいのことしかできませんでした。テレビは一応ありましたが、チャンネル式の16インチの小さな小さなテレビ、それも当時住んでいた町は月一で粗大ゴミを回収していたんですが、そこで拾ってきたテレビこの月一の粗大ゴミは大変助けられました。本当はやっちゃいけないこといや、ねその時代っていうのはね、月一の粗大ゴミっていうね、ありましたね、福岡もありましたよね。うん、それでそれをね、やっぱね、なんていうかまだ買えるのにっていうことでね、あの皆さん回ってました、私もラジオの企画で粗大ゴミハンターっていうのをね一度特別企画でやったことあったんですよ。そうですか、地球儀が捨てられてて、ロシアがまだソ連になってたっていう
使えないっていうねいやでもね、その粗大ゴミハンターっていうのをやった時に結構やっぱね、あのちゃんと定期的に回っている、そういう人がやっぱいらっしゃったんですよね。この頃、この頃覚えたギター、実は3本ぐらい持ってたんですが、全て粗大ゴミから拾ってきたもの。その他にも椅子、机、洗濯機、いろんなものを拾ってきては使ってました考えてみたら当時は一応アパート暮らしだったんですが、内容的にはホームレスと変わらない生活だった気がします。公共料金の滞納も日常茶飯事、電話が止まって、電気が止まって、ガスが止まって、そして最後は水道が止まるんです。これね、あのね、なんていうかね、あのそうなんですよ、生活にあの重要なものは一番最後、水が最後ってことですね。そうなんです。それでも水道が止まって払いたくても金がない、仕方なしに一升瓶を数本抱えて近所の公園に水を汲みに行ったことも何度かありました。また近所のパン屋のおばちゃんと仲良くなって、川でこいつって遊ぶからパンの耳いらないならちょうだいと言ってパンの耳を大量にタダでもらって主食にしたり飲み屋さんの裏に積んでる空き瓶の酒を集めて回ったり、今考えるとかなりむちゃくちゃな生活をしておりました。でもそういういわゆる極貧生活を自分で楽しんでいる節もあったんですよね。変なもんです。そんなこんなの生活がこの松本零士先生の男追いどんという作品と被る部分があって、この漫画は何度も何度も読み返しました。実はもう一冊読んでいた本があって、それはご存知かどうか分かりませんが、独身アパートドクダミソ、これは男追いどんよりもエログロでちょっと悪趣味な内容だったんですが、当時の僕の生活はこの男追いどんとドクダミソのちょうど真ん中のような生活だったと思います。つまり男追いどんこと大山登ったほど情熱的ではなく、ドクダミソの堀吉夫ほどふざけた生活でもなかったという感じ彼女もその間3人ほどできました。あら、もちろんそれぞれこのボロアパートに遊びに来てもらったこともあります。まあ結果的に全ての彼女に最後は振られたという意味では、大山登ったと堀吉夫と同じオチだったんですけどね。だから僕は松本零士先生の作品の中でやっぱりこの男追いどんが一番印象に残ってます。松本零士先生のご冥福をお祈りいたします。いやー、これはね、青春グラフィティっていうそんな感じじゃないですか、ね、なんていうかね、あのまあ多分こう年齢見ると私と同世代なんでね、まあその80年代の半ばというと、まあ随分とね、あの日本がまあ高度経済成長期から、もうその最終的なね、あのなんかもうあの今からバブルを謳歌し始めるぞっていう、そういう時に、まあ実は東京ってね、こういうアパートって未だにたくさんあって、やっぱ夢見て生活している人が結構いるんですよね。まあ男追いどんっていう作品は、まああの昭和のそうだな、30年代から40年代ぐらいのね、あのボロアパートのっていう、そういう時代の話ではあるんですけれどもね。まあだから大山登ったっていうね、主人公の男が、まあ青年男子っていうことなんですけれども、あれはなんか松本零士先生のね、あの漫画の売れない時代のっていう、あ、まあ、ところも被るご自身のっていうこともあるんですね、なんかこうそういうところがあるっていうことでね、押し入れ開けたら、まあ、あの洗濯してないね、あの、トランクスのパンツがうわーっとこうねあの降りてきて、その、まあ、洗濯してないからね、やっぱこうカビが生えるじゃないけれども、キノコが生えてて猿畑っていう猿畑って久しぶり聞きましたねそこにキノコだから猿畑っていうねもうなんていうか、これね、いい作品なんだよな。まあね、あの多分、共感するのは、50代よりももうちょっと上おじいさんの番組になっちゃうね僕がやっぱり一人暮らし始めた時はちょっと
綺麗なマンションがどんどん建ってましたからね。そうですか。やっぱり夢だったんですよ、一人暮らしは。そういうドクダミ荘とかみたいなアパートでやりたいなと思ってたんですけどね。すごいね。いや、やっぱりなんかノスタルジーもここまで来れば。いやいや、あのさ、俺だって綺麗なアパートだったんだ。そうですか。俺も実はまあだからもうそのね、高度経済成長のもう結果が出るっていうぐらいの時だから、ね、俺もね、建て1年ぐらいのアパートで。あ、そうですか。俺意外と綺麗なとこしか住んだことない。なんだそれ。まあまあ、こういうね、青春グラフィティのメッセージが届きました。